キハ65系機動車は日本国有鉄道が製造した急行系機動車である。国鉄では1961年から急行列車用にキハ58系の大量製造を行った。このグループについては1960年代中期以降冷房装置の搭載が本格化した。しかしキハ十八系は走行用 d m h 十七 h D ゼルエンジンが 低出力であるという根本的問題を抱えており、急行焙煎で運用される場合には、走行用エンジンの奇数確保と、冷房電源供給エンジン搭載スペース確保との相反する制約に伴う出力不足の問題が顕著となった。この問題に対応するため、勾配路線へ充当される、キハ58系急行列車編成に増結して、ブースター的な役割を与え、 なおかつ冷房用電源の問題を解決する目的で試作車のキハ91型を基本に開発されたのが本形式である。基本的にキハ58系の構造を踏襲するが、設計上は同時期に開発、製造された12系客車と共通点が多い。キハ6534キハ6534の車内、DT39 系動力代車 TR218。 軽付随台車蒸気4画像は、すべて2007年撮影冷房装置は、当初から屋根上に AU13A 型分散式冷房装置を7機、搭載する。このためベンチレーター設置は省略された。トイレと洗面所設備は省略された。実際の運用においては、全車にトイレと洗面所を備えた、キハ58系との根血が前提であったことによる、構造簡略化。 軽量化のための措置である。ただし定員は気ハ58系と変わらず、空いた空間を活用することで、シートピッチが12系客車と同等の 1580mm に拡大された。床下に、下級機付きの水平対向12機筒30リッター DML、30HSD ディーゼルエンジン1機と自社を含め、3両分の冷房電源を供給できる発電セットとして、 大発生 4VK 型ディーゼルエンジン DM83A 型発電機1機を搭載する液体変速機は1段3要素型の DW4 型であるため例時速 8km 付近の引っ張り力は3段6要素型変速機を持つ機五58型を下回るがそれ以上の速度域や直結段ではその大出力から来る強い引っ張り力が発揮されるラジエーターは 先行した DML30 系機関搭載車のキハ91型やキハ181系では高速運転を念頭にコストダウンのため屋上搭載の自然冷却式放熱器が採用されたが速度の下がる山岳区間で放熱効率の悪さが災いして加熱によるオーバーヒートを招く原因となったことから本形式は在来型機動車と根血ししたダイヤでの 運用を行うため、車両火災対策として、コスト増になるものの床下ラジエーターを、機関直結ファンで強制冷却する在来の方式を採用した。台車は、ディスクブレーキを装着する二軸駆動の DT39 型と付随台車の TR218 型で、最終増備車の80から86は、改良型となる DT39A 型、TR218A である。 ブレーキシステムも、台車と同様に二次駆動機構との干渉を避けるべく、台車シリンダー方式が採用された。このため、キハ58系の台系、電磁自動空気ブレーキに中継米を付加した、デアー1中継弁付き電磁自動空気ブレーキが、搭載された。また従来からのキハ58系と混血運用となる。ことから、ジャンパ連結器は、直流 24V 電源による、総括制御用、 ケ53型2機を、ブレーキ回路制御用、ケ67型1機を、冷房装置制御用、ケ53型1機を、高圧電源供給用ケ8系1機を、それぞれ両あたり構造で装備する。試作車両のキハ91系をベースとしながら、1969年から1972年にかけて、 団地仕様の0番台及び完地仕様の500番台の合計104両が新潟鉄工所富士重工業日本車両製造で製造された。電化の進展による特急電車の増発で機動車急行列車の減少が予測されたため同時期に製造された他の機動車同様に製造数は少ない。全車が東海新越伊勢に配置されており東北 関東地区への配置はない。当初例番台は四国、九州地区へ集中投入となり、後に西日本地区にも配置された。500番台は当時クリーン車にまで走行用エンジンに機搭載の記録58型が投入されるほど過酷な運用条件にあった中央本線急行、アルプス、基礎の冷房化用に松本運転所並びに長野運転所に配置された。しかし、 松本運転所所属者は1975年3月10日、国鉄ダイヤ改正で、重等列車の165系電車化に伴い、また長野運転所所属者も特急化、電車化で徐々に、名古屋機関区をはじめ西日本、九州地区へ転出となり、関西本線、山陰本線、高山本線などで運用された。1980年代になると急行列車が大幅に削減されたが、 本形式はローカル線の普通列車用として多くが転用された。その一例として四国地区では高松運転所に集中配置され急行運用に投入されていたが1986年からキハ185系が申請配置され特急増発の結果一部車両は徳島機動車区に転属となり高徳本線、麦線、徳島本線の急行。 普通列車で運用された。1987年の国鉄分割民営化では、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、四国旅客鉄道、九州旅客鉄道の西側4車に全車104両が継承された。機等大出力エンジンによる走行性能の余裕を買われ、JR 移行前後からジョイフルトレイニア特定列車用に特化させる。 大規模な改造を施行した車両も存在する一方で、急行列車削減並びに老朽化が進行。また保守点検の面で本形式の大出力エンジンは、必ずしも有利とは言えず、ローカル運用には、性能過剰な面もあった。さらにトイレを装備しない手にや、型運転台のため単行運転ができず、キサハ34型と同様に折り戸であるため、通勤改造が困難であったことから、 少数形式で、保守部品の調達が困難な点も運用上及び、整備上の制約となった。これらの背景から比較的早期に到達が進み1990年代後半からは、急速に廃車が進行した。キハ6536最後まで運用されたのは、JR 九州である。同社には0.500番台が継承されたが、一部は、JR 四国からの譲渡車が含まれる。 例番内の最終在籍者は、大分車両センター所属の36であり、同社は1989年に JR 四国から譲渡されたものである。また JR 四国時代には座席をバケット式固定クロスシートに換装されたものの車体は、ほぼ原型を維持する。2003年にトロッコ列車、トロ級用に改装され運用に充当されたが、2013年までに廃車となった。 500番台の最終在籍者は、ラストナンバーの518。1978年に、申請配置された長野運転所から517と、共に、竹下機動車区へ転入。後に、両車は、脳型機動車区へ1年ほど在籍し、さらに、廃棄機関区へ再転出し、シーサイドライナー運用にも充当された。517は2001年のキハ66系並びに、 キハ200系が長崎車両センター転入による余剰で2002年に廃車518は熊本運転所へ転出となり小さいドライナー色のままで急行。熊川や三角線普通列車運用に充当された。熊川の特急格上げにより運用離脱となり2005年に廃車前述のように国鉄時代末期から大規模な改造を受けた車両が多く存在する。 本校では改造試行を行った、会社別に解説を行う、ユ・ウトピア1986年に、七尾線直通の不定期特急、ユ・ウトピア枕に使用するため、末頭工場で改造された2両編成である。クリーン車への格上げにより、形式は、キロ65型に改められ、車両番号は、トイレ付きが1、トイレなしが1001となった。これは、国鉄時代。 キハ65型に対する形式番号の変更を伴う唯一の改造例である。先頭部はキハ59系アルファコンチネンタルエクスプレスに準じた形態の高床式の全面展望式に改造。側窓は固定化された。座席もフルリクライニングシートに交換された。大阪・金沢間で L 特急、雷町と並結して、 時速 120km 走行を行うための装備を設けている点で485系電車との並結のためジャンパ連結機を装備した上で密着自動連結機から密着式に台車が DT39 バイトと TR218 バイトにそれぞれ交換された。並結時は無動力で牽引されブレーキのみ強調した。単独運転時の最高速度は 時速 95km のままである。塗装は青と白に金の車線を採用した。分割民営火事には JR 西日本に承継され、引き続き七尾線への直通列車用車両として使用されていたが七尾線の電化により団体臨時列車用に転用された。その後は車両故障を起こし百九十五年三月に廃車されたハカスが 三重洋海造車塗装をクリームにオレンジラインの JR 東海色へ変更。1989年に一両が休行。カスが、二に旧五58型と共に座席をリクライニングシートに交換し、現版プラス5000に改版された。1991年快速。三重の一部で時速 110km 運転を行うため、三両が台車枠を交換し CDT39C 型。 CTR218C 型となり、キハ58型とともに、室内の座席は、リクライニングシートに交換され5000番台に区分された。このため5508は3000位に、再度改版。2001年にキハ75型に置き換えられ廃車。番台区分が消滅した。急行、砂丘用改増車、砂丘に運用される。 キハ58型やキロハ28型とともに座席をリクライニングシートに交換し、塗装はホワイトとエメラルドに紫系のラインに変更する改造がキハ653.4268.80の4両に施行された。走行機器は全く改造されておらず、最高速度は時速 85km のままである。編成を組むキハ十八型が七千二百番台に、 廃盤を行ったのに対し、こちらは改造後も原番号のままであった。1997年に本数削減と運行区間の短縮により急行、津山となった際、キハ58型やキロ波28型は引き続き使用されたが、本形式は廃車となった。ゴールデンエクスプレスアストル前室の湯、ウトピアの予備及び団体臨時列車用として、 1987年に改造されたジョイフルトレインである。形式は、ユ・ウトピア同様キロ65型に改められ、トイレ付きが551、トイレなしが1551に改版された。基本的な構成や機能は、ユ・ウトピアに準じるが角に丸みがつけられ、展望室部分の側窓も屋根見部に達する曲面ガラスを採用した。 こちらは団体向け臨時列車に重点を置いたために、中間車に、半室、ラウンジカーとして、キロ29型を挟んでいる点が大きく異なる。塗装は、ゴールドと白に、青とピンクの帯が入っていたが、オレンジと白に変更されている。2006年11月に、臨時快速、ありがとうアストルが、金沢井の谷間にて運転され、同年12月に運用を離脱した。 エーデルタンゴ福知山線の電車特急、北近畿との並結運転改造が施行された車両で、1988年に高取工場で改造された、福知山から宮福鉄道軍副線に乗り入れる臨時特急、エーデルタンゴとして運用された。展望室部分は角が完全になくなり、側面の窓は階段上の座席に合うように台形にされた。それ以外の部分の窓も、 座席配置に合わせて拡大され、展望性が向上している。全2車がクリーン車であったのに対し、こちらは普通車であるのが大きく異なるが、特急として運用されるため座席は回転リクライニングシートに交換され、塗装は白にピンクと水色のラインを採用した。本形式だけで編成を組むため一両にトイレが取り付けられ、車両番号はトイレ付きが601。 トイレなしが1601に改版された。後に、中間車を兼ねるシュプールリゾート用改造車が、落成している。北近畿単語鉄道への乗り入れ用として使われた後、単語ディスカバリーに役目を譲り、波動輸送用に転用されたが2010年3月31日付で、廃車となった。シュプールリゾート当機のシュプール号に使用するため、1989年に、 改造された車両である。シーズン以外は、臨時列車としての使用が考慮され、電車との並結機能も備える。また、脱却時は、エーデル単語の中間車となることを前提としたため、エーデル単語と同様の機器類を搭載するものの、前面は、貫通式のままとなって折り側窓の拡大も行われていない。そのため、新たな番号区分がされた。前面では、 全照灯の移設や助手席側窓の拡大が行われており、印象は変化している。610番台車は冷房電源が取り外された。2編成4両が本グループに属するが、第2編成となった612.1612の走行装置は改造当初は後述のエーデルト取トリと同仕様の712.1712で、1990年の改造により、 原番号となった。2010年9月14日に全車が夜名後に改装され、同年10月15日付で全車廃車となった。塗装は、第一編成が白に、水色とライトグリーンのライン、第二編成が白に、木と水色のラインで、連結時に統一感が出るように配慮されている。エーデルトットリエーデルトットリ、展望車1988年。 山陰本線木の先駅西の非電化区間への直通運転用に改造された車両で、外観はエーデル単語に準じるが、こちらは単独運転をすることとなり、電車連結改造はなされていない。5両が改造されたが、このうち展望室が取り付けられたのは2両のみで、残りは原型全面のままで中間車代用とされた。また、連結機だけは、 密着式に取り替えられており、エーデル単語や、シュプールリゾートと連結することもある。エーデル運用消滅後も、団体輸送用やアマルベ協梁観覧の観光列車、アマルベロマン号で運用されたが、721は2004年に、701.1701は2010年3月31日付で廃車となった。2010年5月20日に711.1711が、 後藤総合車両所に改装され、同年9月22日付で廃車された。塗装は白に、水色のラインで、展望部のみが赤色。車両番号の不番は、エーデル単語、シュプールリゾートを踏襲しているが700番台となり、以下の構成となった。エーデル北近畿1989年に、エーデル鳥取の増強と、北近畿の運転区間延長のために、 高取工場で改造された車両。塗装はエーデルト取トリの塗色を反転したもので、展望室周りが青、帯が赤を採用した。車体の改造はエーデルト取トリに準じる。走行機器は全く改造されておらず、最高速度は時速 95km のままである。連結機は原型の小型密着自動連結機のまま損置されており、600番台。 700番台の各社との連結はできない。そのため、後にキハ58系、砂丘用と同等の改造を施行した、増結用のキハ58-7301を編入し、エーデル廃止まで運用された。車両番号は以下に示す構成となった。種社は JR 西日本が保有していたキハ65系すべてを合わせても、 所要数が足りずに不足分を JR 四国から購入しており、その中にはトップナンバーの1も含まれる。北雪ライナー1時期、座席定員セール車、北雪ライナーに投入されていたこともあり、正面運転台真下の相性表示器部分が容易に変更できるよう、バス汎用品を使用した電動式に改造された。エーデル運用終了後は夜行急行、大船に転用され、 通常機は3両程度で運用についていたが、2004年10月16日のダイヤ改正で大戦が廃止、その後全車が廃車された、キハ 6541JR 四国標準色1、時期見られた、試験塗装キハ6569車内急行用の、名残自由席サボ急行用アコモ改善車、快適性向上のため座席をバケットシート化したもので、塗装は、 JR 四国標準色のクリームと水色に変更、39両に改造施行されたが、改版は行われていない。1998年3月14日のダイヤ改正で、吉野川がキハ185系に置き換えられたため、急行運用は消滅したが、その後も、主にキハ58.28とユニットを組む形で、普通用として残存した。 編成を組む JR 四国所属のキハ58.28のうち過去には転換クロスシート、回転クロスシート、回転リクライニングシート設置改造車が存在した。ほか、2008年時点では一部にロングシート設置改造車があるが、本形式には同種の改造が行われた車両はない。ワンマン運転対応の線系列機動車の導入。 および予算線の電化によって転属したキハ47により淘汰されるようになり、2008年10月をもって定期運転を終了。2009年3月31日付で全車廃車となったキハ 6516JR 九州、急行食登場時のシーサイドライナーキハ6 5 5 2ーガヤエビの熊川食 SSL。 熊川用キハ6556車内キハ6536トロ急キハ6 5 8 0 0 1触れ合い号キハ6561サウンドエクスプレス火の国シーサイドライナー熊川用改造車 JR 九州発足後から湯部火の山海老野などで運用される機動車急行用車用は快適性向上のためキハ58系とともに回転リクライニングシートかもしくは 回転クロスシート化改造が15両に施行された。塗装も上半分白色、下半分ベージュ色にオレンジ色の細体が入る九州急行色と呼ばれる専用のものに変更された。後に熊川を除く急行廃止でこれらの車両の一部は快速シーサイドライナーにも転用された。熊川は特急列車への格上げに伴い SSL は 長崎運輸センターに転入した、キハ66.67型や、キハ200系と交代で廃車された、ユフインの森1989年に改造。車体は、完全に心臓のものに取り替え、台車など機器類のみを流用している。そのため、一見で、元本形式が種車であることを識別することは困難である。ユフインの森は4両編成だが本形式を種車と、するものは、 先頭車のキハ7 1系2両で、中間車キハ7 0系2両はキハ58型からの改造となっている。2003年に速度向上とエンジンの老朽化のために機関乾燥工事が施行された。詳しくは JR 九州キハ7 1系機動車の項目を参照のこと、台車のみであるが、2018年現在、 日常的に運用される最後のキハ65型を由来とする車両となっている。トロ92003年に久しを元瀬に湯布院南湯布館及び湯布院を多い他間で運行が開始されたトロッコ列車の牽引用としてキハ58569と共に改装されたトロッコ車に改造されたトラ7万型と編成を、蘇生と外部は能力で列車名のロゴが入る。 十八58-569が元 SSL 車を種車とするのに対し本形式は一般車を種車としており内装に相違がある2009年11月29日の運転をもって運行を終了その後は小倉工場で国鉄色に塗り替えられ復活休行シリーズなどのイベント運用に充当車両検査期限切れのため2010年8月29日の ファイナルヒカリを最後に運用離脱。2013年6月5日にキハ 58569? と共に、小倉総合車両センターへ改装。同年6月24日付で、廃車後に解体され、本形式は、形式消滅した、前述のトロ休用36の他にキハ58、系とトユニットを組む形で、ジョイフルトレインに改造された車両も存在するが、すでに廃車となっている。 サルーンエクスプレスジョイフルトレイン長崎ジョイフルトレイン熊本ふれあい号サウンドエクスプレス日の国木波6534四国鉄道文化館南館で生態保存 JR 四国に最後まで在籍してた車両で JR 四国から西条市に対応され四国鉄道文化館に2008年11月23日から2009年1月3日まで公開展示された 廃車後の同年5月23日には、多度津工場一般公開時にも展示された。同社はその後も多度津工場で保管された後、2014年7月20日から現在地で展示。ありがとうございます。